さあ、それでは続きをやっていこうと思います。いや、できた、見て、ほら、できた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 。これ結構感動した。じゃあ最初どうやってやればいいかなと思って、チョキンって切るだけだともうこのロープがさブサーってなっちゃうの。おこれダメじゃんとか思って、あじゃあ炙ってみようと思ってライターでこうチュ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 って炙ったの。そしたらガチガチになっちゃって、でガチガチぐらいならいいんですよ。こう触ったらねボロボロボロって取れるようになって、ほんでまたそのボロボロってなったところがほつれてつって、もう最悪じゃんこれダメじゃんとか思ってちょっとね心折れてたんですけど、攻略法を見つけた。どうやったらこの糸状を維持できるかっていうふうに考えたら、まあフリスクですね。嘘です、瞬着です。瞬着で固めてやればいいんじゃないのとか思ってやったらできた。まあそれをね今からちょっとねお見せしようかなつって思います。でこれをまあ今回ねこちらの糸をですね28ミリで切れというふうになってるんで28ミリですね。まあこれ一つ目盛りがね10ミリなので28ミリ1,2,7,28、まあ約3ミリぐらいにしとこうと。でこの3ミリぐらいのところを狙ってですね、このね瞬間接着剤をつけるの、こうやってちょってで、まあもちろんねこう染み込んでいくじゃないですか。で染み込んだらよしという感じにして、まああまりねべちゃべちゃにならない方が逆にいいかな。で塗ったらちょっとこうねティッシュを引いて、まあ作業性をねアップするためにですね、クイックハードスプレーですね、これをちょっとこうやってくると、まあね塗ったすぐは少しねこう黄色くなってきてしまうんですけれど、これがねだんだんこう固まり始めると、またこの黄色がねなくなって白くまたなりますんで、まあそう考えるとねこの白い紐でよかったなって感じですね。これが黒とかだったりしたらこう発火しちゃってさ白くなってって感じになっちゃうから、それを考えたら不幸中の幸いですね。でまあこれで固まったねよっというふうになって、これティッシュ拭いておかないとね、スプレーでプシューって拭いた時に楽しいことになっちゃうんでね、ティッシュ拭いて置いておきましょう。で28ミリで切るよと、まあこれねニッパーで切ればいいですね。このニッパーダメなやつ、よく切れるやつ、前使ってたこれにしよう。これをまあ28のさっき言ったところの辺ぐらいで切ると、この辺かな。これでちょっとこうほらほらほら、で今ニッパーで切ったからねほつれてないでしょ。でねほらほらすごいすごいすごい。でこの穴をちょっとこうね、これ竹の爪楊枝ですね。でこうやってちょっと穴ほじくって、こっち側もね、これ今やった方ね穴を確保してあげるんですよ。ニッパーで切るとどうしても潰れちゃうんで、今度ほつれることはないですけど、でこうね穴をこうね大きさを自在にちょっとこう爪楊枝とか刺して、でそしたら今度こいつに入れてあげるんですけど、こいつは入れるときには最近ちょっとハマってるねウルトラタヨータのこのプレミアムクイック朝食クリアってやつですね、これでを今度木のあれです、爪楊枝の方でやっていく。これをまあちょっとねこれ本当に乾くのめちゃめちゃ早いんでスピーディーにやらない、ちゃんとキャップも閉めておかないとすぐにこの今度こっちの中がね固まってきちゃうんで、これをこうチュチュチュと寝てあげて、あちょっと塗りすぎた、これちょっとにしておかないとねムチュってなっちゃうんだよね。急げ急げだ、いいセンスで、これをここにこうやって差し込んであげればいいじゃん。これでクイ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 とね、こうやって、あーできた、ほーら見てほらほらほら完璧じゃん、いいじゃん、素晴らしいじゃん。でこういう向きに対して今度はこいつをつけてねって書いてあるんで、こいつをつける。これも今みたいにちょっとここねこうやって塗っておいて、すぐに固まってはきますけど、さあのさあで固まっては来ないので、こういう向きに対してこっち向きに止めてね、だからこの向きはさあのさあでは乾きませんが、急がないと大変なことになるので、ほらできた、ほらできた、素晴らしい。まあこんな感じですよ。まあこれ見つけるの苦労した、ほんと苦労した。
よし。まあ、ということでね、ちょっと今日はこちらの作業をね、やっていこうかなと思います。ね、こういうの、ほつれちゃうんですよ。切ると、すぐにこうやってパサーってね、花が咲いちゃうんで。ね、だけどこれちゃんとこうやってやった方がね、そんな風にはならないよと。こちらもね、穴を整形し直して、ちゃんとこうやって、ね、丸くなる。で、今度こいつを、38と60で切ってくれっていう風に書いてるんで、こう見て、今みたいに今度38なんで、この辺ぐらいですね。で、瞬間接着剤で。なんでこんな画面の下の方でやるやってね。すいませんね。全然意識してなかったです。ちょっと。ちょんとつけて。まあね、こう、こっちが裏側とかもね、こういう感じで、ちょちょっとこう、塗っておいて。で、これも蓋閉めて、で、このティッシュの上で、こう、加速進スプレーを、シューッと、ちょっと拭いてあげるだけでもしっかり固まりますね。で、黄色かったのがだん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 透明に変わってきたら、出来上がりの合図ですので、ちょっと待つ。ほら、黄色はだんだん取れてきた。ちょっとまだ、まだ、気が早い。ちょっとまだ、はい、固まってきたかな。あ、固くなってきた。よしよしよし。そしたらこうして、この38ぐらいの辺、この辺ですね。で、切る。ほい。で、この穴をもう一回整形し直して、まあ、ちょっと思ったんですけど、ここでね、一回、今みたいに結構きつかったりすると嫌なので、ちゃんと、あ、でも入るな。絶対入るわ。うん、入る。で、そうしたら、またちょっとめんどくさいですけど、同じ工程ですね。で、ここね、もう固まったゴムがこうついちゃうから、まあ、この接着剤が、ちゃんとこう取ってあげた方がいいですね。取ってまた新たにつけるよと。で、こう見たときに、こっち側の方に38、細い方をつけるよということですね。急げ、ここに差し込む。またこの瞬間接着剤でやったことによって、ちょっとこう入りづらくなったのが、また逆にこうキュッと効いていいような感じがするね。反対側これちょっとつけてね。よし、OK。ここにチューッとつけて、そしたら、まあこれ外してもいいな。こっち側にこれを差し込むべし。よっ、こいしょ。ちょっとこいつ邪魔だな。ギュッ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 って言ってんじゃん。ギュッ入った、スポッて入ったね。これで OK。 素晴らしい。いや、いい。逆にこれをやったらすんげえやりやすくなった。次が60。長えな。こう見て60、ここですね。ここに執着。いやー、いいね。よかったよかった。これで、ちょっと安心した。いや、これどうやってやろうって、本当にライダーでやった時にさ、全然つかなくて、バリバリに砕けてさ、とか思って、どうしよう。これなんかいい方法あるんじゃないかなって。で、見ての通り、こう、限りあるじゃないですか、この大きさに。そう、だからどうしようって、あんまり実験やっとって、この足りませんでしたなんつって言ったら、笑えんな、とか思ってさ、どうしようって考えてて。ずっと頭の中でイメージして、どうやったらいいかな、こうやったらいいよな、これだったらいいんじゃねえのと思って、まあちょっと頑張ってこの隅っこしか使わないようにして、瞬間接着剤で一回試しにやってみようと思ったら、おお、うまくいったみたいな感じ。完璧だよ、さすがだ。まあね、本当はね、もっといい方法があったかもしれない。他に考えたのは、もう一回さ、ちょっとここ、なんていうの、木工用ボンドを薄めたやつで
湿らせてあげてしっかり乾けば、木工用ボンドって乾いてもパリパリにならないじゃないですか。あの柔らかい、ちょっとこうね、あのゴム製な感じがあるんで、だったらそれでいけばほつれることないんじゃないかなとかもちょっと思って、洗濯のりというかね、ちょっと思ったのがね、よくあるじゃない、ワイシャツとかさ、そういうのこうパキッとするためにアイロンかけるのにこうシュッシュってこう洗濯のりだったら、なんかよくわからないあれをかけるの、あれもイメージとかしてさ、でちょっと待ってよとか思って、あの水のりみたいなのもあったなと思って、水のりでを水で溶かしてちょっとこう薄くしてとか、木工用ボンドを薄くしてとかさ、ちょっと待ってよ、木工用ボンドを薄くするっていうことは、あの何だっけ、セッターでもいいんじゃないかなとかね、そういうのとかもいろいろ考えたんだよね。一人でずっとなんか頭の中でぐる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 考えとって、結果瞬間接着剤になりました。おい、ほら完璧じゃないか、嬉しいね。あ、これでじゃあよし、で穴を整形し直して、あ、穴がしっかり入っちゃってる、あーよし、割れたな、 OK、 グイグイグイっとしっかりしっかり穴を開けておいて、いやー、まあほんとね、考えてよ、大変だった。まあでもなんだろうね、こういうのってそういう考えることもまた楽しみの一つとしてね、考えてやらないと、攻略した時のさ、ね、今の鍋さんのこの感動ですよ、やってやったぜみたいなさ、そういう感じ、この感動っていうのはね、やっぱものづくりにはね大事なところですよね。まあものづくりなんつっても結局プラモデル作ってるだけなんですけどね、だけどやっぱり考えるっていうこの行動というかね、頭の体操というかね、大事だよね。こうやってまた塗って、ちょっと少ねえな、ちょっといくらなんでも少なすぎる、おほほ、この接着剤ね、あんまり糸引かないっていうのもね、いいとこだね。でこうちょっとこうゴム質な感じだからさ、割となんていうの、そのしっかりくっつくっていうかね、ギュッとよいしょ、こうして、ちょっと足りない、納得いかない、これはね、あの固まってもクリアなままなんでね。さあほら、もう固まってきちゃってる、口元の辺が。だけどこれね、取ろうと思えばね取れるからさ、結構その辺はその辺でいいんだよね。失敗してなんかはみ出ちゃったところでも乾いてからピーって取れるからさ、よし、できた、ほらできた、どうだ、できたぜ、いやよくねこれ、ほらできた、もう大変だった、泣ける、泣けたわこれ、よし、ということで今日のサムネはこれだ、頑張りました私とジガジーさん、いいね、ちょっとカメラのアングル的に、よし、ということでですね、まあこんな感じでね、どんどんね組み立てもねやっていこうかなと思いますのでね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。
背中。